お、あ、ナイスネイチャーいるじゃん。おお、増えてる、めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。うん、あ、いぶき51がいる。藤山健山。やっぱここはナイスネイチャーで行くべきかな。レオダー番が1番人気か。ナイスネイチャーは10番人気。なるほどね。悪戦差し。まあ、まだちょっとな。若き日の C さんだからしょうがないね、これは。4コーナーをカーブして、さあこれからです。コンペリアメンバー、どうだ、先頭、後続もやってくる。掲示板以外に来てほしい。先頭はレオダーバン、差はほとんどない。コンペリアメンバー追いすがります。あと200メートル、先頭伸びない。伸びないよ。あー、ダメだ、伸びない。マイネルミラージュ食らいつく。レオダーバン、レオダーバン一着。2着にはどうやらマイネルミラージュ、一番人気に応えました。レオダーバン見事です。ダメか。で、ここだね。やっぱ豊さんとかに乗ってもらってだな。乗ってくれるかどうかは分かんないけど、ちょっと待って。京都か。乗ってくれるかな。お、とりあえず豊さんが乗ってくれたから、このままでいっか。まあまあまあ。ナイスネイチャーはこれからですから。お、一番人気。いいよ。いいよ、いいよ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ギャラントステディ先頭、外から谷のボレロ先頭。いいね、いいね。ナイスネイチャー一気に来た。あと200メートル、ナイスネイチャー先頭だ。よしよしよし、まずは初勝利。ナイスネイチャー、この馬で決まりか。ナイスネイチャーゴールイン。ナイスネイチャー1着2着以下は混戦です。これは桁外れの強さだ。ナイスネイチャー、もうちょい音下げるか。実況の音がうるせえな。よし。よし、いいぞ。さあ、ダービーだ。皇帝から帝王。お、あれ意外と人気あるじゃん。4番人気。豊さんの効果とはいえ。レオダーバンより人気あるじゃん。本当に？世代の頂点をかけて、ツインターボ先頭。東海帝王がいけ。ハートフェリア先頭。ハートフェリア先頭。どうだ？後続もやってくる。さあ先頭に立ったのは東海帝王。とりあえず5着以内掲示板確保してくれ。後続は遥か後方。2番手はハートフェリア。どうだ？東海帝王。このままで決まりか。東海帝王強すぎ。東海帝王完勝。東海帝王一着。よっしゃ、2着来たぞ。東海帝王二冠達成。あとは秋の菊花賞のみ。夢の三冠まであと一歩に迫りました。よーしよーし。2番人気バンブーメモリーいるー。なんでバンブーメモリーが札幌記念来てるの。やめてよ。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。大宅ヘリオス先頭。バンブーメモリー。あー、ダメだ、やっぱバンブーメモリーだ。かかる。あー、3着だこれ。ターキンバンブーメモリー。バンブーメモリー残念。1着、2着にはどうやらレッツゴーターキン。これが G1 馬だ。バンブーメモリー次どうしよっかな。
なるべく特性を生かしてローカル G2 対象がついてるから、空き巣時点の重傷を狙いたいんだけどな。重傷勝たないとね。海外遠征もできねえぜ。一番人気、いいよ。第4コーナーをカーブして、ちょっと後ろすぎないか、大丈夫か。ツインターボ先頭、幅桟橋、後続の手応えもいい。来た、来たぞ、来たぞ、来た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 。ライスネイチャー先頭、引き離しにかかる、あと200m、先頭はライスネイチャー、2番手は、よし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 。ライスネイチャー、ゴールイン、ライスネイチャー、1着、2着は、コガネパワー、ライスネイチャー、見事トライアル勝利。さて、次走をどうするかな。お、しかもレコードやりますね。とりあえず菊花賞、菊花賞どうしよっかな。でもこれならワンチャン香港バーズの方がいいのかな。あ、そっか。一年目に遠征できないだった。忘れてた。そういえばそうだったね。アルゼンチン共和国杯の方が多分いいでしょう。距離適正的にもまあギリギリこなせるし。よし。お、ホワイトストーンいるじゃん。ホワイトストーン、ナイス、ナイスナイスナイス、ナイス対決な。ナイスナイスナイスがいるか。西のフラワーは強すぎる。強すぎますね。西のフラワーは正直無理っすね。勝てない。後続もやってくる。ホワイトストーン先頭、内からナイスネイチャー先頭、ここで先頭。正直難しいですね、西のフラワーにガチンコで勝つのは。あー、ダメか。ナイスネイチャー、西にホワイトストーン、ホワイトストーン。ババ適正が欧州寄りなんだよな。早く遠征したいぜ。ナイスネイチャー、ホワイトストーン、見事な勝利です。まあ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 、賞金加えてきたからいいでしょう。あれ、ペガサスワールドカップターフってこんな賞金安かったっけ。6600万。あれ、こんな賞金下がったっけ。賞金下がったのは知ってたけど、下がりすぎじゃね。あれ、こんな安かったっけ。ドバイは高えな。ペガサスワールドカップの賞金がしょぼくなりすぎてる説。さあ、ナイスネイチャーは来年が勝負だな。6番人気か。ちょっと差しだときつそうだからな。先行でいくか。掲示板まで来い。4コーナーをカーブして、ちょい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 、先頭残り 200m を通過して、一気に後続が抑えかかってきた。あー、メジロアルダンが、メジロマックイーン、メジロアルダン先頭だ、メジロアルダン、メジロアルダン2着にはどうやら遥か後方じゃん。見事に勝ちました、メジロアルダン。まさかのメジロアルダン来た。ナイスネイチャーだ、力不足だったか。表彰式は何か変わったのかな。次走が日経賞、ちょっと待ってね。三職業で国内中央 G1 全制覇。騎手、調教師、牧場長っていうことかな。で、同一種馬の3区で同年の日米欧三冠。この辺は変わってないね。お、クラブが増えたから、総合評価 S の項目が増えたね。流星、暁、一等星、春雷、春蘭、蘭雷。相変わらず流星群はあるね。流星群今回も作りたいね。流星群のな、
条件がな、まだちょっとはっきりしてないんだよね。